この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は CPU の中にも使われているロジックゲートを自作してみます。コンピューターの CPU の中で足し算引き算割り算掛け算とかいろいろな計算をやっているわけですけども、それは半導体を使ったロジックゲートというものを使ってやっています。ちなみにロジックゲート、日本語で言うと、論理ゲートとかそういった呼び方があります。この論理ゲートは論理演算という0か1の演算をする回路です。例えば入力が2つあったとしましょう。ここに0とか1とかを入力します。この0、1の入力に対して論理ゲート、ロジックゲートで何か演算をします。でその出力が例えば0とか1とかそういった出力が出てくるわけです。でこの入力は今2つですけども、例えば3つとか4つでも OK です。でそしてこの出力の部分も今1つだけですけども、2つとか3つとかついている場合もあります。ただ2つとか3つになると論理ゲートっていうよりかは、論理回路になってきますね。ロジックゲートではなくてロジックサーキットというふうに呼んだ方が正しいかもしれません。実際の CPU ですと、このロジックゲートを何十億と集めて演算をしています。足し算引き算とかもういろいろやっているわけですね。でちなみにですね、この0と1って分かりやすく書いたんですけども、実際には電圧値を持っています。例えば 1.2V とか 3.3V とか 5V とかそういった感じですね。この0のところが 0V で、この1のところが、さっき言った電圧ですね。1.2V、5V とか、そういったイメージです。ですので電圧値が 0V とか 5V とか、そういったのを入力として、その入力を演算して、でまた電圧の値が出てくると。0だったら 0V。1だったら 5V とか、そういった電圧で出てくるわけです。ちなみに皆さんが使っているスマートフォンとかパソコンの中に使われている CPU の電圧はこの1のレベルが 1.2V くらいです。その論理ゲートの中身は何でできているのか、こちらですね。半導体の一種であるトランジスタでできています。今回はトランジスタの一種である N チャネル MOSFET と P チャネル MOSFET を使って実際に論理ゲートを作ってみます。CPU を構成する最小の要素である論理ゲートをこのトランジスタを使って作ります。でこのトランジスタをどういう風に使っていて、どういう風な動作をするのかなんですけども、簡単に言うとスイッチとして動作します。ここにトランジスタの代わりにボタンスイッチを用意しました。このスイッチを押すと、はい、電流が流れて LED がつきました。このスイッチを離すと、今電流は流れない状態ですので、当然 LED にも電流は流れず、LED は消えます。次はこの機械式のスイッチをトランジスタに置き換えていきましょう。なんでトランジスタを使うといいかですけど、これは単純に微細化ができるからです。最近の CPU ですと、この指先のサイズに数億のトランジスタが入っています。トランジスタの数をどんどん大きくしていって、計算をですね、早くしていくとか、いろいろな機能を詰め込んでいくとか、そういったことがトランジスタですと、微細化によってできるわけです。少し細かい話になりますが、これは市販されているロジックゲートの半導体です。中身を開けてみると、このような回路が入っています。マイクロスコープで見ています。もちろん最先端のロジック半導体ほど微細化はされていませんけども、それでも肉眼で見えないくらいの線の細さです。でここにトランジスタを使って同じ動作を再現できる回路を作りました。こちら側が N チャネル MOSFET、 そしてこちら側が P チャネル MOSFET を使っています。でこちらの N チャネル MOSFET 3端子あります。そのうちの1つの端子、ゲートと呼ばれる端子に電圧を加える加えないで電流を流す流さないを制御できます。で今ゲートの端子には何も電圧を加えていない状態です。ここで電圧を加えるとどうなるか、はい、LED が光りました。これは今どういう状態かというと、 N チャネル MOSFET のゲート端子に電圧を加えました。そうしますとこの N チャネル MOSFET に電流が流れる状態を作り出すことができます。ですのでそこに接続した LED に電流が流れているわけです。今度 N チャネル MOSFET のゲート電圧を 0V にします。そうすると、はい、 LED は消えました。ゲートに電圧がかかっていない状態ですので電流は流せない状態です。ですのでそこにつながっている LED にも電流は流れません。ゲートに電圧をかけると LED は光る。ゲートに電圧をかけていない 0V の状態ですと LED は光らない。これが N チャネル MOSFET ですね。ゲート端子、ドレイン端子、そしてソースの端子があります。
で、先ほどの実験ですと、このゲートの端子に電圧を加えて、LED を光る、光らせないっていうのをやっていました。例えばこのゲートの端子に電圧が加わっていない状態ですと、LED には電流は流れません。この電流はゼロの状態です。電流が流れていないということは、このドレインソース間の抵抗値は非常に高い状態になっています。ですので、この抵抗と分圧して、ほとんど電源電圧と同じような電圧がこのドレインソース間にかかっているわけですね。つまりこのドレインのところをですね、外に引っ張り出して何か出力を出すと。そうするとゲートに電圧がかかっていない状態ですと出力が1になると。次、ゲートに電圧をかけていきます。こういうふうにですね、例えば 5V かけたとしましょう。そうすると電流が流せる状態になりますので、このですね、電流も流れ始めると。で、今度、電流が流れている状態というのは、ここの抵抗値が非常に低い状態になっているわけです。ですので、このドレインソース間の電圧というのは、ゼロになるわけですね。はい。で、こんな感じですね。で、ゲートの電圧をまたゼロにすると、LED には電流は流れなくなって、で、そしてドレインソース、この出力のですね、電圧は、レベルは1になります。回路書き直しました。ゲートのところが電源につながっていると出力は 0V、 入力1に対して出力が0の状態です。そしてこのゲートが 0V のところにつながっている状態だと出力は 5V、 つまり入力が0の状態に対して出力は1の状態です。で、この電流を通す通さないというのは P チャンネル MOSFET についても同じです。ただ N チャンネル MOSFET とはちょっと電圧のかけ方によって通る通らないが変わります。このようにゲート端子にかける電圧を変えることで電流を流すとか流さないができるわけですね。で、まとめるとこんな感じです。これが N チャンネル MOSFET と P チャンネル MOSFET です。少し回路のシンボルが違っています。この矢印が入っていく方とこの矢印が出ていく方ですね。で、先ほどから何回も強調しているように、このゲートにかける電圧で電流を流す流さないが決まります。例えばこの状態ですと電流が流れることのできる状態です。逆にこれは電流は流れないと。次に P チャンネル MOSFET の場合、これは電流は流れませんが、こっちの場合は電流は流せるようになります。先ほどこのトランジスタはスイッチと言いましたけども、スイッチの状態で言うと、これはスイッチが閉じていると。で、これはスイッチが開いている状態ですね。で、こっちはどうかというと、これはスイッチが開いている状態。で、そして今度こっちはスイッチが閉じている状態になります。こんな感じでトランジスタの仲間である N チャンネル MOSFET と P チャンネル MOSFET を使えば、入力の0、1に応じて出力も0、1というふうに出力できるわけです。ただですね、この回路よく見てほしいんですけど、ここに抵抗がありますね。この抵抗に電流が流れるとどうなるかというと、発熱します。こちらもですね、今電流が流れている状態ですけども、ここに電流が流れるので、この抵抗はですね、発熱します。で、これで論理ゲートを作って CPU を作ってもいいんですけども、抵抗の成分があるので爆熱の CPU ができてしまうわけですね。ですので、実際にはこの N チャンネル MOSFET と P チャンネル MOSFET を組み合わせて論理ゲートを作ります。これがその回路です。P チャンネルの MOSFET を上に接続して N チャンネルの MOSFET を下に接続すると、それぞれ抵抗をですね、なくしてそのままガチってつけたような回路になります。これを CMOS の構成とか言ったりします。コンプリメンタリー MOS ですね。 CMOS って何かっていうと、ゲートの部分に同じ電圧を加えているんですけども、P チャンネルと N チャンネルでそれぞれ違った、反対の動きをします。例えばこの P チャンネル MOSFET と N チャンネル MOSFET のゲートを接続していますが、そこにですね、この地点を基準にして電圧を与えてみましょう。例えば最初 5V の電圧を与えたとします。はい、こんな感じですね。で、今回の場合ですと 5V の電圧を1のレベルとしましょう。で、そうするとどうなるか。これはですね、この前の実験で説明したことと同じですね。この N チャンネル MOSFET のゲートソース間の電圧が 5V になると、このスイッチはですね、閉じたような状態になります。一方で PMOS の場合はどうなるかというと、このスイッチが開いたような状態になるわけですね。ですので出力の電圧はここつながっているので 0V になります。ここは 0V の電圧になります。では次に、ここの電圧を 0V にしてみます。
つまり入力のレベルが0になるわけです。そうするとこの出力の電圧はどうなるかというと、これはですね 5V が出てきます。ここがこういうふうにつながるわけです。で、今これスイッチの状態はどうなるかというと、この P チャンネル MOSFET についてはスイッチがつながっている状態、そして N チャンネル MOSFET についてはスイッチは開いている状態になります。はい、よくわかりますね。で、まあこれもまた今度入力をですね1にすれば出力は0になると。で、このように入力と出力がもう全く反転した状態になります。で、これをですね、あのノットゲートって言うんですね。シンボルで書くとこういう風になります。こういう風に三角形のやつがついてて、このところに丸がついていると、これがノットゲートです。 NOT と書きます。で、この部分が入力で、こちらが出力です。なのでノットゲートを見かけたら、この回路のこの部分がこの中身に入っている、そういったことになります。で、ここにノットゲートを作ってます。この上のところに P チャンネル MOSFET と下のところに N チャンネル MOSFET がそれぞれあります。で、ノットゲートは入力が0の時に出力が1です。で、入力が1の時に出力は0になる回路、今これは入力が0、ここの入力の LED は光っていませんが、出力の LED は光っています。では入力をですね、次1にしてみましょう。このスイッチを押すと入力が1になります。はい、入力の LED がついて、今入力は1だということがわかりますね。で、出力の LED は消えました。ちょうど入力と出力が反転している状態になります。これがノットゲートです。オシロスコープを使ってノットゲートの動作を見てみます。この赤色の波形が入力で今 0V です。この青色の波形が出力で今1になっていますね。 5V です。ではこの入力に1を与えてみると、はい、このように反転しましたね。入力が1で出力は0の状態です。この LED の状態からもよくわかりますね。で、もう一回入力を0にすると今度出力は1になります。LED が光りました。これがノットゲートの動作です。この入力に対して出力がどうなるかというのをまとめた表を心理値表と言います。これですと入力が0の時は出力が1になると、一方で入力が1の時は出力が0になります。で、 P チャンネル MOSFET と N チャンネル MOSFET をそれぞれ個別で使う場合と、こちらの CMOS のように2つとも同時に使う場合、これの何がいいかというと、このですね、縦に貫通して流れる電流がありません。まあ、実際にはですね、このスイッチの0、1が切り替わるところで、まあ、貫通するような電流は流れるんですけども、基本的、定常的に電流は流れ続けません。例えばですね、ここが抵抗で、で、下が N チャンネル MOSFET だけの場合は、電流が流れ続けるモードっていうのがあります。ですが、この CMOS の構成ですと、ずっとですね、流れ続ける電流というのはありません。ですので、まあ、消費電力結構少ないんですね。ですので、こちらの CMOS の構成を使うと、実際トランジスタはウェハー状に作られていくわけですけども、その集積の密度をですね、上げられるわけですね。そのですね、トランジスタを作っていく密度っていうのをどんどん上げていって、CPU も高性能化していくと。そんなところです。今紹介したこのノットゲート以外にも、実はいろいろな論理ゲートがあります。で、ここにその一部を紹介します。で、これだけ見てもなんでこれが CPU の役に立つかっていうのが、まあなかなかわからないと思いますが、動画を最後まで見てもらうとそれがわかるようになります。ぜひ最後まで見ましょう、この動画を。で、まず最初、オアゲートです。で、これがそのオアゲートのシンボルです。ここにいくつかシンボルがあるんですけども、そのすべてにですね、この中にトランジスタ、先ほどの N チャンネル MOSFET と P チャンネル MOSFET 入っていて、それでこのロジックゲートができています。で、オアゲート入力 XY が2つあって、で、出力が1つあると。この入力もですね、オアを取るわけですね。つまり入力のどちらかに1があれば出力が1になります。で、2つとも1だった場合もこのどちらかの方に1があるので出力は1です。で、逆に入力に1がない、すべて0の状態だと出力も0になります。これがオアゲートです。で、次にアンドゲートですね。かまぼこみたいな形をしてるんですけども、で、これは何をしているかというと、入力の2つの積を取ります。つまり2つの入力が両方とも1の時に
この出力が1になります。逆に1つが1でもう1つが0、もしくは両方が0の場合はこれは0を出力します。ですのでこの両方が1の時にしか1を出さない回路です。で次はノアゲートですね。これはですねノットとオアのゲートを組み合わせたものです。で回路のシンボルで言うとこういう風になりますね。このオアのゲートのシンボルがあるんですけど、その先っぽにあの丸印を書いたものです。でこれはですねこういう風に分解できます。これがオア でここにノットがあると、まあ、こういったイメージです。まあオアの出力がノットゲートによって反転されます。ですのでこのオアゲートのものをですねそのまま反転すればいいわけですね。なので1000という風になります。でこの NAND ゲートについても同じですね。でこの AND ゲートがあるんですけども、そこにノットをつけると。ですのでこの丸印はノットゲートの、意味ですね。でこれも同じように AND ゲートをそのまま反転したものですので、1110という風になります。でこの説明だと NAND ゲートを作るために AND ゲートと NOT ゲートを使っているって思われるんですけど、実際は逆です。でここに書いたんですけども P チャンネルと N チャンネルの MOSFET を使って最初に NAND ゲートを作りますと。でそこにですねさらに NOT ゲートを付け加えて、それで AND ゲートを作るっていうやり方です。実際はでここに NOT が2つあるので、まあ AND になりますよねって話ですね。これ OR ゲートについても同じです。もともとトランジスタで NOR のゲートを作りますと、そこに NOT ゲートを付け足して OR のゲートを作ります。これがトランジスタで作った NAND ゲートです。ここに P チャンネル MOSFET が2つと、ここに N チャンネル MOSFET が2つあります。この接続は後で説明しますが、とりあえず最初に実験をやりましょう。この赤色の LED は入力の LED です。こちらの緑色の LED が出力です。今入力の LED を1つ押してみますか。こういう風に光ります。 NAND ゲートなので入力がないときは今出力が光っていると。で入力の片っぽが1だと、これでも出力は変わりません。1のままです。でもう片方の方を光らせてみると、それでも出力は変わりません。そして入力を2つとも1にすると、はい、出力が0になりました。これが NAND です。でこれがトランジスタで作る NAND ゲートです。上の2つが P チャンネル MOSFET、 さっきとちょっとシンボル変わったんですけど、これ P チャンネル MOSFET だとしてください。で P チャンネル MOSFET が2つ並列になっていると。そして N チャンネル MOSFET の方はどうなっているかというと、これ2つ直列になっています。これで NAND ゲートが作れてしまうんですね。で確かに NAND ゲート入力の A、B が2つとも0だった場合出力は1です。0の場合どうなるかというと、この P チャンネル MOSFET が導通している状態にできるわけですね。ですので例えばここに何か負荷がつながっていたとするとですね、このように電流が流せるようになるわけです。こういった経路で電流が流れますと。で逆に AB どちらかが0でもう片方が1だったとしても、このどちらかの P チャンネル MOSFET を伝って電流が流れますので、結局ここが 5V になるわけです。そして NAND ゲートの入力が両方とも1だった場合出力は0になります。ということはですよ、このN チャンネル MOSFET が2つとも導通している状態になりますから、ここがですねつながっている状態になります。なので出力は 0V になります。で先ほどですね AND ゲートを作るには NAND ゲートと NOT ゲートをつなげばいいと言いましたが、それはですねどういう意味かというと、これをちょっと説明します。はい、でちょっと書き直しました。この NAND ゲートの出力のところに NOT ゲートの入力をつないでしまうと、そうするとですねこれは AND ゲートになるんですね。 NAND ゲートと NOT ゲートをこういうふうに接続すれば、これはですねこの全部を含めて AND ゲートとして動作します。では実際に実験してみましょう。 NAND ゲートと NOT ゲートを出力しました。これで AND ゲートとして動作します。 NAND ゲートの出力と NOT ゲートの入力を接続しています。それぞれ今 LED が光っていますね。今 NAND ゲートの入力は2つとも0の状態です。ですので NAND ゲートの出力は1で、その出力が NOT ゲートの入力に入ってきて、でそれもさらに反転していますので NOT ゲートの出力は0です。ではこの入力を1つオンにしてみます。はい、変わりませんね。これは NOT ゲートの動作です。で NAND ゲートの出力は変わりません。ですのでこの最終的な出力も0のままです。もう片方をオンにしてみても、はい、出力の状態は変わりませんね。
では次、NAND ゲートの入力2つともオンにすると、はい、NOT ゲートの出力がオンになりました。でこれはですね、NAND ゲートの心理値表を見てもらうと分かるんですけども、入力が2つとも1の状態で出力が1になると。これはまさしく AND ゲートのわけです。で今度、NOR ゲートは NAND ゲートと逆ですね。この P チャンネル MOSFET が直列接続になっていて、N チャンネル MOSFET が並列接続になっています。NOR ゲートを作りたい場合はこの先に NOT ゲートをつけます。そうしますと OR のゲートになります。この入力と出力の関係は AB どちらかに1があればこの出力は1になると。で両方とも1の場合は出力も1になります。でこの NOR ゲートについても実験して確かめてみます。 NOT ゲートを先につけるとこれ全体で OR ゲートになります。入力の一つを1にすると、そうすると NOT の出力が1になりました。 OR ゲートだと入力が1つ1になると出力も1になると。もう片っぽの入力を1にしても1になると。両方とも1にするとまたですね、その状態を1になりますと。このように NOR ゲートと NOT ゲートで OR ゲートを作っています。これから話すことがすごく重要です。それは何かというと、この NAND ゲートを使えば全ての論理ゲートを作れるということです。 NAND ゲートを使って NOT、OR、NOR、AND を作れます。つまりこういうことです。 NAND があれば何でもできる。まず NAND ゲートを使って NOT ゲートを作ってみます。どうするかというと、この回路にします。 NAND ゲートには入力2つありますが、その2つの入力に同じ信号を入力します。今入力は0の状態です。ですので入力の LED は光っていません。で出力は反転した状態になります。ですので1になっています。ここで入力のボタンを押すと、はい、出力は反転しました。で入力は2つとも1の状態になっています。これはまさしく NOT ゲートの動作です。次は NAND ゲートを2つ使って AND ゲートを作ります。でここが入力2つ、そしてここが出力です。今0が入力されていますので出力は当然0です。1つ入力にしても当然出力は0のままです。反対側やっても同じですね。出力は0のままです。でここでですね、2つともオンにすると、はい、こういうふうに AND と同じ動作になります。で次は NAND ゲートを3つ使って OR ゲートを作ります。こちらの2つが入力の NAND ゲート、そしてこちらが出力の NAND ゲートです。OR ゲートなので入力が0の時出力は0です。で1つだけ入力を1にすると、はい、これ OR ゲートの動作ですね。でもう1つの入力も1にすると、はい、こんな感じですね。で入力を2つとも1にするとこういう風になります。はい、これは OR ゲートの動作です。 NAND ゲートで OR を作りましたが、その先にさらに NAND で作った NOT を足せば、これは NOR の回路になります。今入力は2つとも0の状態で、そして出力は1の状態です。これは NOR の動作です。で1つの入力を1にすると、はい、NOR なので出力は0になりました。でもう1つの方を1にすると、出力も同じように0になります。さらに2つとも1にすると、これは出力は変わりません。これが NAND ゲートだけで作る NOR ゲートです。でここまで説明してきた通り、 NAND ゲートを使えば何でも論理ゲートを作れるってことが分かったわけですけども、皆さんからするとですね、ほんでみたいな感じで、あんま CPU っぽいことをやってないですよね。ということで、論理ゲートを使って足し算をする回路を作ってみます。二進数の足し算やってきますけども、0足す0はこれは当然0ですね。で0足す1はこれは1です。で同じように1足す0は1ですね。で次、1足す1をした場合、これ桁上がりが発生します。ですので1、0になるわけですね。これ10じゃなくて1、0です。二進数です。ですので心理値表で書くと、なんかこんなのが欲しいわけですね。これが一桁目 でそしてこれが桁上がりのやつだと。でこの足し算をする回路のことを、これ半加算機って言うんですけども、これをで NAND ゲートで作ります。これが NAND ゲートを使った二進数の足し算の回路です。この緑色の線がそれぞれの基板の間、NAND ゲートを接続しています。ここが二進数の足し算の入力です。でこれが2つ出力があります。この上にあるボードが足し算の1桁目の出力、
でこちらが足し算の2桁目といいますか、桁上がりの出力になります。今入力は2つとも0の状態ですので、足し算の出力も0の状態です。で1つ入力を入れると、はい、こちら1桁目が今1になりましたね。これ2進数の足し算でいうと 1+0 なので、出力は1になります。ではもう1つの方も押してみますか。もう1つの入力を1にすると、これは今 0+1 なので、出力も1になります。では2つ押してみます。そうすると、はい、桁上がりしましたね。2進数の 1+1 なので 1,0 になります。2桁目が1で1桁目が0です。これで2進数の足し算ができるようになりました。こちらの半加算機ですと1桁の足し算しかできませんが、もっと多数桁の足し算をする場合は、この半加算機をいくつも組み合わせて全加算機を作ります。実際の CPU はこういった演算をするためだけの回路ではなくて、例えばデータを保持するためのレジスターであったり、そのレジスターとこの演算部分を制御する制御部分であったり、いろいろな回路が組み合わさってできています。正直言ってこの動画では話せないくらいの分量があります。というわけで今日は MOSFET を使って論理ゲートを作ったり、論理ゲートを組み合わせて半加算機を作りました。この論理ゲートを構成する一番重要な部品 MOSFET についてもう少し詳しく皆さん知りたいかと思います。そういった場合はディジキテックフォーラムを見ましょう。今日のスポンサーです。電気や電子部品に関する役立つ情報がまとめられています。前回もディジキテックフォーラムの日本語フォーラムを紹介しましたが、その時からかなり質問の数や情報の数が増えています。今日は新しくできた電子部品技術の深層カテゴリーを見てみます。ちなみにテックフォーラムはブックマーク必須です。ディジキトップ画面のリソースを選んでテックフォーラムに行くと、電子部品の深層カテゴリーがあります。いろいろありますね。今日使った一番基本的な部品 MOSFET についてはここにありました。 N チャンネル MOSFET、 P チャンネル MOSFET の解説であったり、なるほど、デバイスのモデルから解説しています。今見ている MOSFET 以外にも、例えば抵抗であったりキャパシターの部品であったり、そういったものも解説がありますね。でもし知りたいのに掲載のないトピックがあったら、ディジキ公式チャンネルの同じ動画にコメントをしてもらうと、もしかしたら書いてもらえる可能性があります。少しでもテックフォーラム気になったら見てください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。